しませて。はいどうも、哲学とです。今回はですね、ついに帰ってきた、天界の拳、自動発動、勇気のアイギスを使ったクルセイダーのビルドを紹介していきたいなと思います。シーズン29からですね、今まで特殊な効果がついていなかった、時系団ベルトの方にですね、群馬の突撃発動中にアクションバーに展開の拳が割り当てられている場合、これ、アクションバーに割り当てられているというのは、スキルに割り当てられていることを意味しているんですけど、スキルに割り当てられている場合に、展開の拳がで与えるダメージが移動速度の分増加し、さらに付近のランダムな敵を自動に攻撃するようになると、攻撃の間隔は攻撃速度に基づいて計算されるという形になってますので、まあ、この時系団ベルトね手に入れればシーズン29以降はこのね展開の拳自動発動ビルド簡単に作ることができますので、ぜひね、まあ、特に、シーズン29は、ソロセルフファウンドモードというね、まあ、ソロで、全てのアイテムを揃えていく、モードがありますので、特に報酬クエストね一人で回ろうと思うと、足の速い、ね、ビルドが必要になると思いますので、今回は、ネファリムリフト、報酬クエストをとにかく早く回すということを、コンセプトにしたビルドをご紹介していきたいなと思います。じゃあ、早速ですね、装備の方からご紹介していきたいなと思います。まずですね、フレイルとあとね、盾の方なんですけど、ノーバルドの熱情を採用してます。こちらですね、2セット効果で、群馬の突撃の、持続時間が2秒延長される。また発動中は敵を倒すごとにクールダウン時間が1秒短縮されると。で、群馬の突撃発動と終了の5秒間与えるダメージが 200% 増加するというものになりますので、群馬に乗ってる間、そして、終わった後にね、ダメージが上がるという効果がつきますので、この2つ揃えてほしいなと思います。ノーバルドの、熱情、突撃のフレイルの方は、両手用のフレイルになりますので、両手用フレイル、そして、盾の方は、盾に、レアアイテムアップグレードしてもらえば簡単に出るかなと思います。で、次ですね、あとですね、まあ、必要な特性の方なんですけど、まずですね、まあ、ダメージプラス 10% と、あと攻撃速度ですね、今回の、ビルド、攻撃速度が速ければ速いほどね、落ちてくる、雷の、量も多くなってきますので、攻撃速度は必ず乗せてほしいなと思います。あと全スキルクールダウンですね、群馬に乗れるスピードが速くなるので全スキルクールダウンも乗せてほしいなと思います。で、次ですね、メインセットの方が勇気のアイギスセットの方になります。で、こちらの方なんですけど、2セット効果で展開の拳による攻撃で力が高まり、5秒間、天の怒りで与えるダメージが 125% 増加する。この効果は3回まで蓄積するとついてて、4セット効果で展開の拳が敵に当たると5ラストを獲得し、10秒受ける、ダメージが 1% 減少する。この効果は50回まで蓄積すると。つまり展開の拳を当て続けることでね、 50% まで、ダメージカットの方が入りますので、4セット効果、そして6セット効果が展開の拳および天の怒りで与えるダメージが 2万%増加するという感じになりますので、まあ、非常に強力なセットになりますので、マックルセーダーやられている方はぜひ1セット揃えてほしいなと思います。で、手袋で優先すべき、ステータスとしては、クリティカルヒットダメージ 50%、 クリティカルヒット率 10%、 そして全スキルのクールダウン、8% が、乗りますので乗せてほしいなと思います。あと1枠は、まあ、筋力がついてればいいかなと思います。で、片当ての方なんですけど、こちらね、全スキルクールダウンの方が乗りますので、全スキルクールダウン最大で 8%、乗りますので乗せてほしいなと思います。で、優先すべき、ステータスとしては、あとは、筋力と生命力全体性、全体性は特にね、筋力職の場合は乗りづらいので、全体性が乗るものは全体性に乗せてほしいなと思います。で、鎧の方ですね、こちら、筋力、生命力、そして、防御力全体性が乗ってるといいかなと思います。
鎧とした衣には、ダイヤモンドははめてるとね、全体性がありますので、ダイヤモンドをはめてもらうかなと思います。で、頭ですね。頭の方はですね、まず、天界の拳のダメージ 15% が乗りますので、天界の拳のダメージ 15%。あと、クリティカルヒット率 6% も乗るので、クリティカルヒット率 6% も乗ってるといいかなと思います。で、こちらもですね、ダイヤモンド入れてあげることによって、クールダウン時間 12.5% 短縮がかかりますので、ダイヤモンドを頭に、はめてもらいたいなと思います。で、次ですね、アミュレットの枠なんですけど、スクワートのネックレスですね。優先すべ、こちら、効果の方が、ダメージを受けていない間、与えるダメージが最大で 100% 増加し、受けるダメージが最大で 50%、増加するというものになりますので、自分のライフがマックスの時はね、ダメージが2倍になるという非常に強いレジェンダリーなので、こちらを採用してほしいなと思います。で、優先すべきステータスとしては、今回ね、使う雷の方がですね、天界の拳なんですけど、結構ですね、このビルド自動で雷を落とすので、まあ、PC 版、そして CS 版どちらもですね、かなり、負荷が、ラグが強くなってしまいますので、一番ね、処理が軽いこの神の泉を使ってあげると。で、神の泉はですね、神聖ダメージになってますので、神聖系スキルダメージをここに乗せてほしいなと思います。神聖系スキルダメージ 20%。そして、クリティカルヒットダメージ、クリティカルヒット率の方を乗せてもらうと。で、あと、ソケットがついてるという感じですね。はい。で、ワンコーの方なんですけど、ワーチンゼンアームガードですね。こちらですね、オブジェクトを破壊するごとに移動速度が短時間だけ上昇するというもので、特に報酬クエストとか、あと、ネハリムリフトの中はね、まあ、障害物、壺とかそういうものですね。そういうものがたくさん配置されているので、まあ、この、このレジェンダリーとの相性も非常にいいのでね、ワーゼンチンアームガードを入れてほしいなと思います。優先すべきステータスとしては、神聖系スキルダメージが 20% つくので 20% 取ってもらうのと、あとクリティカルヒット 6% ですね。あとは筋力、生命力がついているといいかなって感じですね。で、縦の方なんですけど、縦の方にもですね、天界の拳のダメージプラス 15% が乗るので 15% 乗せてもらうのと、あとですね、クリティカルヒット率 10% が乗るのでクリティカルヒット率、あとは全スキルクールダウン時間 8% 短縮がついているといいかなと思います。あとは筋力ですかね。はい。で、指輪の一つ目なんですけど、レチェルの盗賊指輪ですね。こちらなんですけど、恐怖のね、恐怖、攻撃命中時に 1.3% の、確率で、敵を、恐怖状態にするっていうのがついてるんですけど、敵をね、恐怖状態にした場合、4秒間だけ移動速度が、最大で 60%、増加するという効果がついてますので、これをね、取ってほしいなと思います。で、レチェルの盗賊指輪をつけたときは、敵をね、恐怖状態にしなきゃいけないんで、もう一つね、福魔殿の、指輪の方も入れてほしいなと思います。で、こちらね、まあ、サブ特性に攻撃命中時 13% の確率で敵を恐怖状態にすると。そしてですね、恐怖状態の敵を、倒した際に爆発が発生し、武器ダメージの 800% のダメージを与える。また、付近の敵を恐怖状態にするという形で、恐怖状態がね、まあ、伝播してくれるような形になりますので、レチェルの盗賊指輪と福魔殿の指輪をね、両方入れることによって、まあ、さらに移動速度の方が上がるという形ですね。で、指輪ワークのね、優先してほしい、ステータスとしては、クリティカルヒットダメージとね、クリティカルヒット率が乗るので、この2つを乗せてほしいのと、あとですね、このビルド、範囲ダメージの方も有効になってきますので、もしね、余裕があれば範囲ダメージの方も、入れてみてほしいなと思います。で、次に、靴の方ですね。靴が、勇気の、グリーブですね。
こちら、移動速度が、乗りますので移動速度も捨てもらうのと、あとね、展開の拳のダメージ 15% がここにも乗りますので、展開の拳のダメージ 15% も乗せてもらうと。あとは筋力、生命力あたりですね。で、あ、ちなみにですね、全体性も乗るんですけど、今ね、この物理体性っていうのが乗ってるかなと思うんですけど、こういう単一体性がサブ特性に乗ってると、全体性がメイン特性に乗ることが、ないっていうのがね、ディアブロ3の仕様になってきますので、まあ、全体性乗せたいときは、こういう、まあ、単一属性体性が乗ってない、装備品を選ぶと、全体性も乗せることができるかなと思います。で、次ですね。下衣の方なんですけど、こちら、優先してほしいものとしては、筋力、生命力、全体性、防御力あたりが乗ってるといいかなと思いますね。で、ベルトの方なんですけど、ゴールドベルトを採用しています。ゴールド取得後の、5秒間拾ったゴールド量と同じ、値だけ防御力が上昇するというもので、特にね、ワールドマップ、あと報酬クエストなんかはこのね、ゴールドベルト、非常に強力なんで、入れてほしいなと思います。で、優先すべきステータスとしては知力、知力じゃないですね、筋力、生命力、全体性、防御力が乗りますので、この4つ入れてほしいなと思います。まあ、ゴールドベルトか自警団ベルトで、まあ、どちらか値がいいものを残して、で、もう一つを家内のキューブに入れるっていうような形がいいかなと思います。で、そうですね、次に、レジェンダリーの宝石なんですけど、一つはゼイの復讐の宝石ですね。こちら、敵との距離が10ヤード離れるごとに与えるダメージが 16% 増加すると、ダメージは最大で50ヤードの 80% まで増加するというものになりますので、ゼイの復讐戦ですね。そして、ランク25でつく効果として、攻撃命中時に 20% の確率で敵を1秒間、スタンさせるという効果がつきますので、こちらを、つけてほしいなと思います。で、もう二つ目が、欲深き者の願いですね。これはまあ強欲、半獣者の指輪をね、カライのキューブで捧げていく、ところでね、ボスを倒して入手できる欲深き者の願いなんですけど、これランク50まで育てると、敵を倒した時にね、100% の確率でゴールドの爆発を発生させる。つまり敵を倒すと、その場所にね、ゴールドが、確実に発生してくれるんで、まあ、特にね、コンクエストの、強欲とか超強欲なんかを、取るときに非常に楽になりますので、ぜひ集めてほしいなと思います。そして、ゴールドの取得後の2秒間は移動速度が 30% 上昇するという効果がつくので、まあ、ゴールドを拾うとさらに、速度が上がっていくという形になりますね。で、3つ目が、俊敏の護国ですね。攻撃するたびに攻撃速度が、1回、回避率が 2% 上昇すると、1%、回避率が 2% 上昇する。効果は4秒間持続し、15回まで蓄積するということで、攻撃速度が 15% ね、この俊敏の護国入れてるだけで上がるので、特にこの、自警団ベルトのね、展開の拳の発動間隔短くすることができるので、広告を入れてほしいなと思います。で、ランク25でつく効果として、攻撃速度の上昇が蓄積するごとに、スキル発動後に必要となるクールダウン時間が 1% ずつ短縮されるという効果がつくので、軍馬に乗るスピードも上がるので、こちらを入れてほしいなと思います。で、次ですね。家内のキューブの枠になるんですけど、まず一つがダークライトですね。展開の拳が2回発動し、ダメージが 1000% 増加するというものになります。これは確か片手用のフレイルなので、片手用フレイルから出してもらうって感じですね。そして、自警団の、ベルトですね。軍馬の突撃発動中、アクションバーに展開の拳が割り当てられている場合、展開の拳が与えるダメージが移動速度の分だけ増加し、さらに付近のランダムの敵を自動的に攻撃するようになる。攻撃の間隔は攻撃速度に基づいて計算されるというやつですね。で、最後の一枠なんですけど、王家の意向の指輪。あ、今回セットボーナスを入れてないので、この部分ね、そうですね、ゾディアックリングあたりを入れた方がいいかな。
あ、オブシディアン、リング・オブ・ゾディアックですね。を入れてあげた方がいいかなと思いますね。オブシディアン・リング・ゾディアックを入れると、リソース消費スキルを当てると、自分のスキルのうちの1つのクールダウン時間が1秒間短縮されるという効果がつきますので、まあ、今回のビルドとも相性がいいかなと思います。で、スキルの紹介ですね。まず、1つ目が、展開の拳ですね。天より稲妻を落とし8ヤード以内にいる敵すべてに武器ダメージの 545% の、稲妻ダメージを与える。また落下地点から、外側に向けて5つの稲妻の塊が飛散し、武器ダメージの 255% の稲妻ダメージを与えるというものですね。で、ルーンの方は神の泉ですね。稲妻の魂が塊が、聖なる光を放って12ヤード以内にいる敵を攻撃し、武器ダメージの 40% の神聖ダメージを与えると。まあ、ダメージ属性神聖ダメージになりますので、まあ、周回用を組むときは、神聖ダメージにしてほしいなと。スキルだつけないきゃいけないスキルダメージは神聖ダメージですね。で、グレーターリフトとかね、そういうところを周回するときは、断裂のね、雷の方が、火力が出ますので、こちら稲妻ダメージになってきますので、まあ、GR 行く場合は、こっちのね、断裂の、雷の方が、まあ、火力が出て上目指せるかなって感じですね。まあ、GR 用のビルド解説についてはね、改めて、詳しいものを出しますので、そちらも参考にしていただければなと思います。で、次、アカラットの王者ですね。クールダウン時間90秒で、進行の力を爆発させ、20秒間与えるダメージを 35% 増加させ、同時にラス回復量を5増加させると。で、ルーンの方が予言ですね。スキル発動中は防御力が 150% 上昇する。また発動中に致命的なダメージを受けても一度だけライフが最大値まで回復するという効果があって、まあ、即死回避としても使えるので、ね、こちらの予言入れてもらうのがいいかなと思います。次、挑発ですね。クールダウン時間20秒、ラス、生成量30と。周囲の敵すべてを挑発し、挑発した敵1体につきラスが追加で5生成されると。挑発された敵は4秒間他の、標的を攻撃しなくなるという感じなので、まあ、これエリートとかね、まあ、ちょっと厄介そうな敵に使ってあげるのが、いいかなと思います。あとですね、ルーンの方を愚者の遁走にしていて、敵を挑発する代わりに恐怖状態に陥り8秒間逃走させるという効果がつくので、まあ、これレチェルの盗賊指輪との相性が非常にいいので、挑発、愚者の盗賊を入れてますね。次、希望の方ですね。クールダウン時間、30秒、パッシブ効果として、自分と味方のライフを常に、1728、回復させると。で、発動時に、自分と味方を5秒間障壁で包み、最大で124,128のダメージを吸収すると。で、ルーンの方は天使の翼ですね。発動時に、砲を発動するごとに通常の効果に加え、自分と味方の移動速度が 50% 上昇し、敵をすり抜けて移動できるようになるという効果が発動しますので、移動速度のアップのためにこちらを入れてもらうという感じですね。で、次、軍馬の突撃ですね。クールダウン16秒、聖なる軍馬に乗り、2秒間敵をすり抜けて移動できるようになる。で、ルーンの方は、エデュランス、効果が3秒間に延長されるですね。こちらを入れてもらって、ノービルドでさらに、秒数を増やしているという形ですね。次、アイアンスキンですね。クールダウン時間30秒。皮膚が鉄のように硬くなり、4秒間あらゆるダメージを 50% 吸収すると。で、ルーンの方がフラッシュですね。スキル発動中にダメージを受けると、5秒間移動速度が 60% 上昇し、敵をすり抜けて移動できるようになる。で、まあ、さらにここで、移動速度を上げることができるという形ですね。で、パッシブスキルの方なんですけど、一つが、天の力ですね。これを入れてないとね、そもそも、こちらの、ノーバルドのね、熱情の、フレイルの方と盾を両方に持つことができないので、天の力を入れてほしいなと思います。メインハンドに両手持ち武器を持ち、オフハンドに盾を持てるようになる。ただし与えるダメージが 20% 減少ね。で、次に装飾の力ですね。装飾品のソケットに宝石を1つ加えるごとに筋力が 1.5% 上昇する。これ火力アップに直結しますので、こちらを入れてほしいなと思います。次、統率者ですね。
群馬の突撃のクールダウン時間が 25% 短縮され、ボーマーメイトのクールダウン時間が 35% 短縮され、またファランクスによるダメージが 20% 増加するということで、群馬の突撃の、クールダウン時間短縮のために入れてほしいなと思います。で、次、砲の長きってですね、砲を発動させた際の効果時間が5秒延長させるということで、希望の砲のね、効果時間を、伸ばすために使ってあげるという感じですね。で、そうですね。スキルについては、以上になります。で、次、パラゴンポイントの方なんですけど、今回ね、レベル800までの、制限があるということで、まあ、それにのっとって、振り当てていきたいなと思います。で、まず主要能力値の方なんですけど、筋力と移動速度があって、まあ、今回ね、まあ、筋力に150ポイント、振ってしまってますけど、本番の構成では移動速度に200ポイント振ってあげるのがいいかなと思います。まあ、移動速度が上がることによってね、まあ、周回の速度も上がりますので、移動速度に200ポイント振ってあげるって感じですね。で、攻撃の方は攻撃速度に100ポイント。あと、クールダウン時間の短縮に100ポイント振ってあげるのがいいかなと思います。で、防御面の方はですね、まあ、今回の構成だと周回、防御力とか全体性とかなくても、このゴールドベルトの効果で、ね防御力が上がりますので、まあ、基本的にはライフにね、200ポイント振ってしまって大丈夫かなと思います。で、ユーティリティの方なんですけど、ここはですね、範囲ダメージに200ポイント、ね、振ってしまっても、いいかなと思うんですけど、ゴールド取得範囲もね、ちょっと広げておいた方がいいかなという感じがするので、まあ、範囲ダメージとゴールド、取得範囲に100ポイント、100ポイント振ってあげる。あるいは範囲ダメージに特化して範囲ダメージだけに振ってあげるっていうのがいいかなと思います。で、次に従者ですね。従者につけてほしい、まあ、装備品、キャラクターは何でもいいと思うんですけど、私はエンチャントレスさんで、こちらのね、プロメティックハーモニー、スキルは、テンポラルパルス、プロメティックハーモニーですね。スキルのクールダウン時間が、減少すると。これね、知力を、24K まで上げることによって、8% までクールダウン時間伸びるので、クールダウン時間を 8% 減少してあげる。あと、パワーシールド。あと、フェイトラプスですね。あなたが致命的なダメージを受けると、エンチャントレスが時空を移動する力を授かるっていうやつですね。まあ、最悪死んでしまった時のことを考えると、フェイトラプスを入れておくと。で、あと、兜は壊れた王冠ですね。宝石がドロップした際、兜のソケットに入っているタイプの宝石もドロップする。ただし、この効果はレジェンダリー宝石には適用されないというものなんですけども、これね、自分、これを従者につけている場合はですね、自分の、頭の宝石ですね、ダイヤモンドがもう一つ、追加でドロップするような形になりますので、壊れた王冠を一つ入れてほしいなと思います。で、次、時の方向ですね。同門の効果時間が2倍になるというやつですね。こちらと、あと、宿敵の顽抗ですね。祠と同門から手強い敵が出現するというやつですね。で、指輪枠の一つ目としてですね、強欲の指輪ですね。ゴールドを拾うと、10秒間だけゴールドやライフオーブを拾える範囲は1ヤード、拡大する。この効果は30回まで蓄積するということで、まあ、自分のね、ゴールド取得範囲が30ヤードまで広がるっていう形になりますので、強欲の指輪を必ず従者に、入れてほしいなと思います。で、もう一つ、OK の行方の指輪を、入れてしまって、でですね、まあ、ケインセットと賢者セットを、両方入れてるんですけど、まあ、ケインの、代書と、あと、ケインの下衣を2つ入れて、OK の一行の指輪で、4セット効果、3セット効果を出していると。で、グレーターリフトの要石がドロップする際に 25% の確率でもう1つ追加でドロップするという効果がありますので、まあ、通常だと、まあ、T16 でネハリムリフトを回すと、3個、要石が出て、さらに4つ目が 25% の確率で出てくるというような、形になってるんですけど、この4つに対して 25% の、ね、確率でさらに追加ドロップがあるので、最大8個の、ね要石が入手できるようになりますので、ケインセットは必ず入れてほしいなと思います。であと、賢者セットですね。こちら、敵が落とす死の吐息の数が倍になると
という効果がありますので、こちらを2箇所入れてもらいたいなと思います。で、あとはそうですね、従者に関しては以上になります。はい、じゃあ最後にね、ネファリムリフトを実際に回しながらね、立ち回りの方を、見ていこうかなと思います。で、基本的に群馬に乗ってる間はね、他のスキルを使うと群馬のね、騎乗状態が、カットされちゃいますので、なのでね、バフ系の、勇気の方と砲とかね、あとアカラットの勇者、アイアンスキンとかね、そういうのは全部、先にかけてあげて、でその後軍馬に乗るっていう感じですね。でこんな感じで、まあアイテムとか、まあ今シーズンは、自動回収の方なくなってますので、まあちょっと拾わなきゃいけないんですけど、かなりねこうやって早く回ることができるかなと思いますね。で、クールダウン時間終わったらすぐに、群馬の方にまた乗ってもらうという感じですね。まあ、敵を恐怖状態に、できるので、かなりね、移動速度とかがあるので。で、ちなみにこういうオーブなんかもね、落ちたら必ず自分で拾いに行くという感じですね。まあ、天界の拳が自動発動するっていう効果はシーズン27で、まあ、期間限定で追加されていたものになりますが、今回、こちらのね、おっとっとっと。で、ゴールドを拾ってないと、防御力の方下がっちゃうので、そこだけはちょっと注意しなきゃいけないという感じですね。ゴールドを拾い続けることによって、防御力がね、上がっていきますので、で、降りたタイミングで、まあ、挑発とかね、そういうのは使っていくという感じですね。で、馬に乗ってる間、他のスキルね、発動させちゃうと、馬から降りちゃいますので、まあ、その点だけ注意が必要という感じですね。もう降りたらすぐね、まあ、クールダウンの方が黙ってて、乗れるようになるかなと思いますので、もう連続して、乗ってしまう感じですね。で、まあ、移動速度が速くなりすぎちゃって、なかなかね、こうキャラクターを追うのが、大変っていう方はですね、右下の右下に小さくマップの方が出てますので、右下のマップの中の自分の位置っていうのを見てあげて、それがちゃんとね、マップの中で、適切な位置にいるかどうかっていうのを確認してあげるとね、高速に動いてても、マップに引っかからずに移動できるかなと思いますので、まあ、特に高速ビルドやるときは、右下のね、マップで自分の位置把握するっていうテクニックを身につけると、まあ、引っかかりにくくなるかなと思います。ちょっとこう、狭い屋内マップなんかだと、結構ね、引っかかったりしてしまうことがあるので、その点は、注意が必要という感じですね。はい、これで要石の方も回収完了ですね。はい、今回は、ネファリムリフト報酬クエストの、周回に、最適な勇気の、アイリスビルドを、ご紹介してみました。あとですね、グレタリフトを上の方を目指す、構成もね、考えてますので、まあ、そちらの方もね、また、今後上げていきたいと思いますので、ぜひこの機会にね、高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。まあ、このチャンネルではね、ディアブロ3、まあ、ディアブロ4、ディアブロ各作品の動画など投稿していますので、ぜひね、今後もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学徒でした。